タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。 TF1 秒前。いよいよ本番ですね。もう今4時前なんで、1時間後にはもうおそらくこの中に入ってると思うんですけれども、はい、どうですか、緊張されてますか？そう、かなり緊張してます。かなりしてますか？はい。前日とかからもうずっと緊張してたような感じですか？そうですね、朝まで寝れなかったですね。なるほど。元からこう緊張しやすいタイプなんですか？そうですね、緊張はすごいしますね。あ、なるほど。汗が本当にどんどんね、拭いて、はい、いただきながら、はい、で今回急に応募いただいて、はいはい、結構スムーズに決まったんですけれども、タイガーファンディングとかを見ていただいたりとかもしたんですか？あ、そうですね、放送開始の時ぐらいからずっと見てました。はい、ありがとうございます。はい、今までだったら虎の順番って大体1枠だったら株元社長だよねとか決まったと思うんですけど、くじ引きをしていただいて、はい、引いていただいた順番に決まっていきます。もしこの虎がいたらいいなみたいな方っていますか？はい、株元社長に会ってみたいですね。なるほど。はい、株元社長結構人気ですね、やっぱり。そうですね。なんかそれはどういった理由で？あ、やっぱり自分より年下の方で、はい、小林社長もそうですけども、事業に成功されて活躍されてるのを見るとですね、お会いしてみたいな。なるほど。はい、好奇心というか興味がすごい。そうですね。はい、じゃあ逆にこの社長が5枠のうちどれかに座っていたら、はい、ちょっとプレッシャーだなとか、はい、ちょっと嫌だなっていう方っていらっしゃいますか？あまりいらっしゃらないですね。特にないんですね。はい、じゃあ早速なんですけれども、はい、して聞いていただいて、はい、はい、あ、はい、そうです。お、はい、一枠、林社長です。真逆になりました、ね、あ、そうです。二代目斉藤。お、斉藤社長、はい、多分ご存知ないですよね？そうですね、初めて。はい、じゃあ次3枠お願いします。はい、はい、3枠株元社長です。どんどんいきましょう、4枠です。桑田社長、はい、4枠桑田社長、最後5枠ですね。はい、渡辺社長となっております。いかがですか、この5名の夫人。いや、何人なんか株元社長は、はい、緊張しますね。そうですよね。だって5枠のうちやっぱ3枠の方と一番こう正面になるので、そうですね、多分1時間近く株元社長とずっとこうにらめっこ。めちゃくちゃ怖いですね。怖いですね。この5人に挑んでいただきますが、はい、最後に意気込みか何かがございましたら。いや、本当にこういった急なお願いでご機会いただきましたので、はい、事情の方は、はい、事前にお話させていただいている通りなんですけれども、はい、まあ、なんとか勝ち取って事業に報告したいと思います。そうですよね。はい、多分視聴者の皆さんは明日本編が流れるので、はい、なんですけど、結構もう本当に企画としてはなかなか面白い企画なんじゃないかなと、はい、僕ら運営サイトとしては思っているので、はい、視聴者の皆さんも多分楽しんでいただけるかなと思いますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では、どうぞ。